どうもみなさんこんにちは。社会の底辺 YouTuber、飯田です。この度私は河合塾さん、サククリことサクセスクリニック、クラス分けテストの方を受けてまいりました。昨今のコロナウイルスの影響によりまして、7科目、英国、社会2科目、理科2科目、数学のところ、英国2科目になりました。コロナウイルスありがとうしかし、ありがとうとばかりも言ってられなくなりました。やはりマスク、あれつけないと怖いですね。 自分がか,かっちゃうもしれないそしして周りにちゃうかもしれないししかし私以前の動画であげましたあのマスクが家にある最後のマスクだったんですねどうしようかなーなんて考えてたんですけど河合塾に行ったら河合塾本高校さんですねに行ったらあそこの校舎東大専門なので皆さん結構裕福な家庭多いんですよ多分。 みみんなみんななママススククしててバカ高いマスク買ってるんでしょうね買うことができるんでしょうね彼らはそれか上級国民の方々がいらっしゃるのかもしれなくて裏ルートで回ってきてるのかもしれないですねあれは私みたいに下船な民はマスクなんかしないで口減らしに会うしかないのかもしれないですけれどもまあ逆に考えてみると彼らが 金を払ってマスクを買って、全員が全員マスクすることによって、我々下船の民がマスクをしなくても映らないし、映さない。いや、意外といいシステムなのかもしれないですね、これ。いや、でもよくできてるな。やっぱいいですね。社会が放っといたら、調整するようになってるのかもしれないですね。見えざる手かなんかで。まあ、その話はいつも通りここら辺に置いときまして、早速、サクセスクリニックの内容についてお話ししていこうと思います。先に言っときますが、これを見て、無駄に上の のクラス行こうと思ってるそこの君やめといた方がいいと思います私暇なとき2チャンネル 見るんですけれども恐ろししいいこと書いてありましたよネタバレつまり答えですね答えが分かった状態で受けて上のクラス行く人いるんですよでもその人の末路かわいそうですよそのコースよりも1ランクどこじゃなく3ランクぐらい下の大学進学したんですね1年浪人してかわ塾さんサクセスクリニック2年周期ですけど見ちゃダメですよということで私著作権も怖いので問題は出しませんですけれども どんな感じの問題が出るかそれだけ説明していこうと思います画像をポン英語は問われる力別に3つの問題に分けられていますそのうち語彙力語彙力は大問数1つで 単語が五十問です。かけられる時間は十分で、単語は難易度が三つほどに分かれています。三つとは分かるやつ、分からないやつ、分かりそうだけど、分からないやつ。もちろん嘘です。<S S 表現力大問数三問、会話文挿入、語順、正常、単語穴埋めです。どれも難易度は統一されており、かける時間は五十分。読解力。これは、大問数は三問、言い換え、長文二題、長問数は書いてある通りとなります。長文は短めなので、時間はかなり余ると思います。昼 さすが河合塾さん大手になるだけあるなと思うようなことがありましたと言いますのも昨今のコロナウイルスこれのまん延防止のために生徒同士の感染を防ぐためなんと昼休み50分間の死後現金会話しながらの食事を禁止したんですね何がすごいってコロナウイルスを建て前に 私のようなぼっち陰キャを救ってくれるこの心の深さ全ての人への気配りさすがだと思いましたまあ友達のいるやつらは外に行って飯を食っていましたけどね河合塾さんの経営理念なんでしょうかわからないですけれども河合塾生ならば陰酸たる浪人生であるべきだこういうことなんでしょうかねってなわけで私はちょっと色の変わった鶏肉をかっくらって寝ていたわけです次に 国語の解説をします現代文古文漢文の3パートに分かれていて古文漢文は時間が余りますが現代文は時間がとてもきつかったですまあただ私がその変な色の鶏肉のせいなのかどうか分かりませんがトイレにこもっていただけなんですけれどもね現代文では大問2問論説と小説 ともに18問ずつ問題があります。クソしょうもない作者を聞くような問題もあったので、これの対策はしない方がいいと思います。古文は証文集合が26問。 長文読解24問漢文は大問は多いですが問題量は多くありません単文が2題6問7問の小問詩2編が1つの大問になっているもの小問が7つ日本語読みこの問題が6問小問集合が14問国語と言っておきながら漢文をやる なかなか意味がわからないですよね中国語なんでしょうかまあ、漢文は中国人でさえやらないそうですけれども古文と漢文習う時間を英語に当てたらいいのではないかとずっと唱えておりますというわけで以上がサクセスクリニックの解説になります最後まで動画見てくれてありがとうまた明日6時半に会おうじゃね